ポケモンソルジャーの切ないです。 A0 です。今回はポケモンのランキング動画をポケモン配信がガチで作ってみたということでやっていきたいと思います。シングルバトルに詳しくて対戦経験が長い2人にしか作れないガチのランキングを作る企画となっております。前半でなぜこのポケモンがランクインするのか解説して、動画のエンディングでランキングを発表していきたいと思います。今回は固有タイプを持つポケモンの強さランキングトップ10やっていきたいと思います。はい。ポケモンには固有のタイプを持っているポケモンがいくつか存在して、今剣盾現在だと最終進化全部で54体。まあ、固有タイプは、まあ、基本的に、まあ、そのポケモンにしかできない唯一無二の性能を持っているっていうことが、まあ、多いかな。最近だとアルセウスレジェンズで翡翠ゾロアークが初のノーマルゴーストタイプで登場することが確定して、まあ、話題にもなりましたけど、一応未登場の複合タイプが翡翠ゾロアークを含めると17、まあ、1月末で16になるのかな。まあ、いつかは0になるんだろうけど、まあ、また一歩ね、翡翠ゾロアークで進んだね。まあ、今回はそんな固有タイプを持つポケモンの強さをランキング付けしていくんですけど、今回のランキングの評価の基準が、まずはいつも通りシングルバトル限定、まあ、ダブルバトル、トリプルローテーションバトルなんかは対象外と。今回は、タイプの強さを評価するんじゃなくて、その固有タイプを持つポケモンの強さを評価していきたいと思います。だからタイプはめちゃくちゃ強いけど、まあ、種族地とかがちょっとなーっていうポケモンは対象外になってたりします。今回のランキングについての意見や感想はコメント欄で募集してます。他にもこんなランキング作ってほしいなどの要望はコメント欄や概要欄に貼ってある質問箱で募集してます。ということで、固有タイプを持つポケモンの強さランキングトップ10やっていきます。まずはゲンガー。言われてみればって感じだけど、調べてて、あ、こいつそういえば固有かって、なんかもう当たり前すぎて結構ザラにいそうに感じてるけど、それはゲンガー系列だけ。ペラペラのイメージあるけど意外に耐性いいよ。まあ特に6世代以前の特性がノラレボディじゃなくて浮遊だった時代は、向こうがノーマル格闘に加えて地面があって、まあ、その分弱点が一つ減っていたから、まあ、タイプとしてはめちゃくちゃ優秀だった。地震、不意打ち、猫魂、ステミタックルみたいなガルーラは通常のゲンガーを後出しするだけで完封だもん。だからそれ考えるとガルーラがメガ進化しづらかったり、まあ、逆にゲンガーがもうメガ進化しづらかったり。剣盾になってからメガ進化できなくなっちゃったから、まあ、使用率は相当落ちちゃったけど、まあ、まだまだゲンガーにしかできないこと、まあ、たくさんあるからね。一応初世代でも上位ポケモン禁止ルールだと、まあ、かなりの活躍で暴れていたからね。使用率もトップ3とかに入ってたもん。何だっけ、5位ぐらいじゃなかった。まあ、今でいうエースバーンとかそれぐらいの立ち位置にいたわけだから、まあ、環境次第では持ち前の体制の優秀さを生かして環境トップに返り咲く可能性も秘めてる。まあ、とりあえずは特性浮遊に戻してもらいたいけど、ね、もうメガ進化ないわけだし浮遊でも許されるよね。帰ってきてくれたらまあワンチャン、そうじゃないとまあそこそこ止まりかなっていう気はしますけど。次がバンギラス。これはもうなんかバンギしかいないなっていう感じだけど、タイプそうでもない。ゲンガーほどじゃないけど、うん、あ、そういえば固有タイプかっていう。固有タイプとしての紹介っていう感じのポケモンじゃないからね、バンギラス。なんか目立つとこ他にいっぱいあるからね。固有タイプだけど、これバンギラス以外がこのタイプだったら絶対使われてないよね。タイプ自体は、まあ、弱点も耐性もいっぱいっていう、まあ、良くも悪くもって感じなんだけど、岩タイプ、かつ、特性が砂起こしであるおかげで、特防が 1.5 倍になるから、まあ、そのおかげでこのタイプで生きていけてるみたいなとこは、まあ、正直ある。例えば、種族地が、ゴーカザルみたいな、岩アークタイプのポケモンがいたとしても、なんだか微妙じゃない？なんだかっていうか、全然微妙。まあ、受けとしての性能も、やっぱりバンギラスは評価されてるから、耐久低いのは、あんまり良くないよね。タイプと種族地、まあ、技とか砂起こしとか全てが噛み合った結果、バンギラスは今環境で戦えているんですよということです。種族地高いのはまあやはり正義ではあるんだなっていうのは感じますね。次が雪の。タイプとしてはまあなんかそれぞれのタイプが正直まあ微妙っていうのもあって、なんか弱そうなタイプに見えるんだけど、まあ、耐性がかなり優秀で、まあ、環境に常に存在する地面、電気、水全部半減だし、それらが持っていることが多いサブウェポンの氷も等倍っていうところで、まあ、評価できていた時代があるポケモンだよね。かなり噛み合ってた時代では環境トップ30には余裕で食い込んでたもん。そうだね、まあ、4世代5世代では結構それぐらいには、まあ、全然入れるポケモンだったけど、まあ、6世代以降はまあ数値のインフレ、メガ進化とかの登場から始まり、まあ、かなり環境についていけなくなったから、まあ、ちょっと現状の種族地とタイプじゃ戦っていけないかなっていうポケモンにはなっちゃったけどね。あとは天候の取り合いとかそういう試合になることも6世代以降少なくなってしまったから。そうね、天候ターンが永続でもなくなっちゃったしね。天候取り合い合戦に強い雪の王の特徴も失われてしまったから、また第5世代のような
対戦環境がやってきたら間違いなく雪の復活します。ウキウキで暴れてるね。なんならダイパリメイクの対戦環境でもちょっとハッサムが多すぎて、まあそこは肩身狭いのかなっていう気はするけど、そこは第5世代とあまり変わらないね。うん。次がトゲキッス。正直トゲキッスはフェアリー飛行タイプだからどうとかではない。種族値とダイジェットが噛み合いすぎて、まあ、第8世代の環境序盤で大暴れしてた。まあ飛行の特殊ポケモンだったってのが全てと言ってもいいのかな。環境の立ち位置としては本当にその特殊の飛行タイプっていうところでしかなかったから、冠の雪原解禁でサンダーが来たら、まあ、立場奪われてしまったけど、うん、たまに特殊ルールでトゲキッスめちゃくちゃ強くねってなってるし、ね、まあダイマックスとの相性は最強だから、まあ、8世代は、まあ、最低限の生き残りは可能で、まあルールによってはもう大暴れ。ただ9世代以降も活躍できるかと言われると、まあちょっと怪しいかなっていう気はするけどね。8世代が終わる前にもう一度トゲキッスに暴れてもらいたいけど、サンダー禁止になったらあるかもしれません。次がマンム。今まで耐性とかに関して話すことが多かったけど、どっちかっていうと攻めのタイプだよね。マンムは氷地面の両方の技を半減できるポケモンがなんか片手で数えるぐらいしかいないよね。特性込みで、まあ、ドータ君とかロトムとかヒートウォッシュロトムけど、そうじゃないとアメ玉ってか、まあアメ玉って言うとあれか、鬼しずくもとかそういうポケモンも、まあ、6世代で新しく覚えるようになったフリーズドライで弱点つけるからね。タイプ一致2つだけで戦える範囲がめちゃくちゃ広い。なんか気づいたらこのパーティーマンムーめっちゃ刺さってねってなることあるしね。マンムーが大暴れしてたら第5世代とかは当然として、現状の8世代とかでも、まあ、結構起きうる話だからね。サンダーザシアンとかイベルドヒドとか使ってたらなんかマンム重いな、なんか 1.5 体ぐらい軽く持ってかれるなみたいなまあ明らかに攻めとしてタイプがめちゃくちゃ強いよね。耐性もなめちゃくちゃ悪いかと言われたらそうじゃなくて、熱い脂肪にすれば電気無効氷半減でめちゃくちゃいい電気受けだし、まあメザパ氷がなくなって、まあなんかそれを生かす場面っていうのはなくなってしまったけど、まあ、7世代以前は、まあ、電気受けとしてはかなりの性能だったね。次がヒードラン。これはなんかすごい固有タイプがない、めちゃくちゃ個人的にあるんだけど、固有タイプだねなんでだろう、この感覚共有できてんのかな、見てくれてる人と。とりあえず4分の1がめちゃくちゃ多いよねヒードラン。このポケモンは絶対ヒードラン突破できないみたいなのいるよね。ここら辺の草タイプ虫タイプは、うん、まあそれは突破できないし、そのおかげでヒードランって回復技がなくても、まあ食べ残しだけでサイクルを形成できるし、まあマグマストームのおかげで、まあ、サイクルを破壊する側に立つのもまあ難しくないし、弱点がめちゃくちゃメジャーなのだけ使いづらいと感じる人いるだろうけど、まあ好きな人はめちゃめちゃ好きだよねヒードラン。まあ、正直4世代で登場してからずっと環境に続けてるから、まあ、それだけのスペックがあるっていうことだよね。唯一無二感もすごいしねヒードランは。冒頭に話した固有タイプはそいつにしかできない唯一無二の性能を持ってるっていうのがまさにこいつだね。うん、次がホルード。タイプとしては、まあ、悪くはないんだけど、電気無効だし、うん、ミッケの影打ちとか効かないし、うん、ちゃんと生きるとこは生きるっていう感じではあるんだけど、たまにホルードのタイプ相性めちゃくちゃうざいって思うことない？それはなんかゲンガーのメインウェポン両方半減してくるとか。ああ、まあ確かにそういうのはあるんだ。たまにタイプ相性めちゃくちゃ噛み合ってくるところがあるのが、まあ、かなり個人的には嫌いかな。そういう意味だと、まあタイプまあ割と良いと言えるのかもしれないけど、あでも結局こいつはタイプとかそういう話じゃないからね。あんまり毒性だね。種族値56と低いけど、まあ毒性で、まあ、バグるので、物理火力としては、まあ、ノーマルタイプだと、まあ、1。タイプとしての評価はあまりできないけど、まあまあ地面なのはでも良かったね。これノーマルタンだったら多分あんまり採用されないしね。ノーマルタンで力持ち電光石火するだけのポケモン嫌だな。さすがに高火力自身は欲しいから。次がギルガルド。これはまさに固有タイプでしょう。第6世代でギルガルド登場した時みんな大騒ぎだったし、このギルガルドっていうポケモンの存在が、まあ、鋼に対してゴースト悪半減から等倍にしようっていう6世代からの変更が行われたとも思うし、対戦とか全く関係ないけど鋼ゴーストってかっこいいよね。中二病感あるね。ギルガルドはまあ見た目はちょっとそんな感じはあるけど、見た目だけじゃなくてちゃんとタイプも強いし、特性というか種族種というかだけど、まあ、ギルガルドも結構、まあ、何でも持ってるヒドラに近いポケモンではあるとは思うんだけど、第8世代では種族値初のナーフを食らったポケモンでもあるけど、ナーフ前はシールドとブレードフォルムの高い方だけ計算したら720族だからね。それアルセウスとかザシアンだからね。それも含めて登場した時話題だったのかもしれないけど、ヒードランと同じようになんか突破できないやつはギルガルド突破できないし、なんかヒードランよりも顕著な気がする。まあ硬いからね。なんか身代わりすら破壊できないんじゃないかっていう対面めっちゃあるしね。ヒードランと違って4倍弱点もないから、まあ弱点食らっても戦えますよあなたとはみたいなのがギルガルドだし。第7世代レートあるあるなんだけど、その辺のマイナーパーマンダガ
ガルドクルクルしてたら絶対勝てるっていう。ギルガルド突破できないやつとボーマンド突破できないやつしかいないみたいな。それぐらいタイプはエグいの。それこそね、補完っていう意味でもね、他のポケモンと相性補完がかなりできるのも嬉しいね。まあサザンガルドなんて有名だけど、まあめちゃくちゃ強いかどうかは置いといても並びが作れるっていうのはまあ大事な要素ではあるから。次がミミッキュ。どちらかというと言われてみれば勘だけど、なんかミミッキュのタイプをまじまじと見ることってあんまりないというか、じゃれつくと鍵打ちを打ちはするけど、半減とか抜群とかあんま考えたことないなっていう。化けの皮のおかげでやりたい放題してるポケモンだから、まあ、あんまりタイプとかっていう話じゃないんだけど、でも結局化けの皮を剥がされない向こうタイプっていうのが3つも存在しているっていう点はめちゃくちゃ強いし、マンムーと似たところなんだけど、ゴーストフィアリーで殴ると量半減できるポケモンが本当にほとんどいないっていう。火炎獅子だけ、うん、増えたあれから。いや増えてない、火炎獅子だけ。まあ火炎獅子は剣盾にないので、剣盾の環境ではゴーストフェアリー両方を半減できるポケモンは存在しないと。そういう意味で攻めの意味でも受けの意味でもかなり化けの皮と噛み合ってるタイプではあるから、化けの皮を持つなら一番強いのがゴーストフェアリーなんじゃないかなとも思うぐらい。まあタイプも強いし特性も強いし、まあ、両方を生かす剣の前もあるし、技も噛み合ってるから、タイプで評価してもポケモン自体の強さで評価してもまあ高順位にはなりそうだね。うん。最後がウツロイド。なんかタイプ優秀っぽいけど優秀じゃない、なんか微妙な感じじゃないこいつ。地面4倍ってめちゃくちゃきついからね。かつヒードランと違ってタイプ1の技両方とも地面に半減されちゃうから、うん、普通に戦ってたら地面出されるだけで負けちゃうからね。ただそれ以外の要素はまあ鋼タイプに弱いってのもあるけど、地面と鋼だけ除けばめちゃめちゃ強いんじゃないかと。それはそこ除いたら強いんだけど、まあまあ片っぽないだけでも結構動きやすいかなとも思うし、特殊大ジェットが暴れている8世代において特防高くて飛行半減っていうのはかなり大きいから、まあサンダー系だよね。それができるだけでもうありがたいタイプにはなってる気はするけどね。見た目的に大地の力を覚えそうだけど覚えないのは絶対環境への配慮だよね。鋼への打点としてでかすぎるからちょっと環境良くない。マジカルフレームとか覚えてもいいのに。これ両方あったらもうナットレ、ヒードランが磁場コイルも泡吹いて倒れちゃうから、まあいいバランス調整だね。ということで固有タイプを持つポケモンの強さランキングトップ10やっていったんですが、冒頭で話したけど翡翠ゾロアークみんなめちゃめちゃ期待してるし、翡翠ゾロアーク来たら今回のランキングに入ってくるかもしれない。いや正直もうめちゃくちゃ強くあってほしいんだけど、見た目がね美しいしね。ゾロアークだしね、映画のポケモンですからとんでもない性能にして、当然剣盾にも送れるようにしていただいて暴れ回るみたいなの楽しみなんだけど。翡翠ゾロアークの性能を予想した動画は過去にアップしてるので、ぜひアルセウス発売前に絶対に見てください。お願いします。今回トップ10に入りきらなかったこういうタイプまあたくさんいるんですけど、結構悩んだんだよね。まあアローラキューコンとかヒートロトムとかオーロンゲとか、まあ、あとこれはちょっと違うけど抜け人とか、まあ、今回は惜しくもっていう感じかな。攻撃範囲っていうところでいくと、まあ、マーシャドウとかめちゃめちゃ強いしね。ゴースト格闘はマジで最強の攻撃範囲だから、まあ普通のランクマッチで使えるポケモンでゴースト格闘を1匹ぐらい欲しいなーっていう気はするけど、個人的一番好きな固有タイプは、うん、一番には絞れないな。ウンドールかユレイドルだな。なんでそんななんかマイナーピンポイントみたいなとこなんだ。まあ、ルビサファーキッズですから。なるほどね。たら自分はじゃあ、まあ、マニューラかな。マニューラが好きなだけやん。バレた。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。Thank you.